どうもこんにちは、アリス・セレスです。突然ですが皆さん、リーグオブレジェンズ初心者の最大の悩みは何だと思いますか？ CS が取れない？いいえ。連戦がわからない？いいえ。対人戦が怖くていけない。まあこれね、リアーカの方でね、好きなストリーマーさんとか、まあ、解説者の方とかフォローさせていただいてるんですけど、初心者の悩み何ですか？一番よく目に見る対人戦が怖くていけない。なんでこんなことになってるのかと。自分もね、半年前某カスタムとか大会観戦とかからめちゃめちゃ面白いぞこのゲームと思って、レベルも今92レベルランクはアイアン3 88勝、下から2番目です。めちゃめちゃ下手。でもだからこそ教えれる初心者のやるべきことを教えます。上手くなりたきゃスマッシュログ TV 見ればいいし、初心者がやるべきことってストリーマーの方が上げてる動画見ればいいよ。でも怖くていけないのはどうしようもない。何をすべきか教えます。まずアンランクの場合、まあ、カジュアルランクじゃないやつね、カジュアルなやつねの場合、やるべきことはただ一つ、スラッシュミュートオールしてください。ほら今これ出たね、チャットエモートピンをミュートしました。これチャットエモートピン全部味方敵でなくするよってやつなんだけど、いらん。ランクの場合はね、ピンがこのゲームすごい便利なので、バロと違って VC がないからね、相手のフラッシュが落ちたよとかウルトが落ちたよとかいうピン鳴らしてくれる人、まあ、すごい助かるんですよ。で今から行きますよっていうジャングルのピンとかさ、あガンク来るんだなって分かりやすいんだけど、アンランクの場合いらない、いらない。もうこんなもの生存ピンかハテナピンしか鳴らしてくるやついないんだから、本当にいらない。例えば自分のせいで負けてそうだなって試合で、お前のせいだろうっていう生存ピン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 ってめっちゃ鳴らしてくるやついるんだけど、ごめんってなる、そんなもので。自分がまあイーブンでやってて、相手の対面のミッドがね、ボット行ったかも、危ない危ない、ボットの皮をピンします、死にました味方のボットが、こっちにハテナピン打ってくるから、言ったよね俺、そっち行ってるかもしれないから危ないよって俺言ったよね。なんでハテナピン鳴らすんだよ、お前だろお前、危ないよってもう寄らないよっていうピン出してんのに、んだ生存ピンハテナピンばっか、いらんいらんいらん。でね、俺が言いたいのはね、ピン切ってるメリットデメリットなんかの話じゃないんだよ。まず純粋にゲームをやろうと思ってゲームやってみたいな、別に下手なのは責められる意味がわからん。誰だって一番最初初心者、どんな上手い人、どんなゲームが上手い人だろうとしょうがないです、それは。だから別に下手でいいのよ、味方の足引っ張っていいのよ。それで味方のピンとかチャットとかで気分が悪くなってゲームをやれない、ちょっと怖いなってなってるのが、この状況がおかしいんだよ。それなのにさ、ちょっと煽られたくらいで心が折れるようじゃこのゲーム向いてないよ。よく言えるね、おかしくはないかい、おかしいよねこの状況。なんで煽って煽られてる側がさ、いやごめんともなるし、あーな、勝手になんかさ適当に変なね悪口というか言ってきてんじゃねえよって、だってそんぐらい言われるの覚悟してやらないといけないですよ。いるわけないだろゲームやるのに、何を言っとるだ。だからもう健全にね、もうゲームを楽しもう、やってみたいという気持ち
がまずゲームにおいて必要じゃない。でやってみなきゃ分かんないこといっぱいあるし、怖いってなってる状況が俺はおかしいのに、それを擁護する奴らがいるのをさらに俺はおかしいと思う。だからもうミュートしていいです。全部フラッシュインして Q してあげて W してあげて。なぜ W が出ない。うん、とりあえず最初はファーム速度上げたいからバミシンダーだけ買ってじゃないんだよ。 W 入れろっていうくらいさ、初心者なわけよ俺も。多分ね、おそらく今もね、味方のセットにハテナピンへんへんって多分鳴らされてたよ。まあでも自分で後でこうやって見てさ、あ、W なんで W 入れてねえんだ俺ってなれるじゃん。別に自分で分かってんじゃん。で味方にハテナピン鳴らされて、あー、いやー、うん、まあ俺が悪いけど、うん、いいやんみたいな。別にお前に言われなくたって分かってるよ。気分悪、ああもうこのゲームだから嫌なんだよってなるのが一番良くない。とりあえずもうやってみて、もう全部もうピンミュート。こんなもんね、ルナの Q だか E だか W だかくらってガンクいけません。あー、どんまい、しょうがない、もうこんなものはしょうがない。とりあえずカニさんでも食べて、もうしょうがないもんこんなもの。だからもう一旦もう全部何も見なくていい。なんか一番早い解決策は友達を作ってフルパでやればとか、バカか、友達そんな簡単にできたら苦労しないわ。しかも大体そんなそういうやつハテナピン鳴らすしな。もう自分の心を一番ね保つことが大事ですから。もうピュンピュンピンピン、エモとチャットを全部ミュートしてあげてください。スラッシュミュートオールね、スラッシュミュートオール、これだけ、これだけ覚えといて。まあランクに行く場合とか、まあ上手くなりたい場合とかは、とチャットは切っていいけど、ピンピンはちょっと見るようになった方がいいかもしれない。でもこれは後のお話、これは後のお話だけど、とりあえず今は敵を倒しました、もうとりあえずゲームをやってみよう。ミュートオールで怖くないよ、ミュートオールこれだけしちゃえば。あ、これボットしてるわ。なんかノクターンいるけど、あ、もうなんかどうだろうな、どうだろうな、ローン行ったろうかな。あ、ここにノクターンいるよってピン仕上げて、ノクターンいねえわ。とりあえずボットの状況がね良さそうだから、ドラゴンとか触っちゃおうかな。ドラゴン触ったらこの左のさ、このドラゴンやるマーク出てくれるし、ボットまだ2人セナとケイトリーファームに見えてるから、あ、なんかノクだけ来て、あ、ヨネも来る、あ、まあ来ないけど、まあなんかドラゴンこれは取れそうだねって、別にできる全然プレイは。でこの後ボットだけ、ボット、岩と赤買って、トップ側ファームして8分のヘラルド行こうかなとか、ピンナフ全然できるでしょ。ミッド行っちゃったな、ミッドトリスとパイクがそのままミッド流れて、ノクタンカバー来て、ヤソーがトリス切る、さらに、あ、ヨネも死んじゃったな、あ、ドンマイドンマイもう、いい、こんなことアンランクですよ。何がかかってんだ、 YouTube も勝ち負けもどうだっていい。とりあえず楽しむ、やってみたい、その気持ちが大事だから。リーグオブレジェンズやろうね。